いやー、ついに帰ってきました、サンフランシスコ。いやー、いい天気で、雨も止んだみたいですよ、ついに。いやー、いい感じじゃないですか。そしてこのいい感じの風、おはようございます、ドリキンです。ということで今日はね、久々にサンフランシスコ戻ってきて、いきなり一発目、昨日開封ライブしたんですけど、昼撮りで。これね、ソニーの、型番難しいんだけど ECM-XY-ST1M っていう、このステレオマイクがちょっと紙マイクっぽいので、これを早速開封してここで実験したいんですよ。そしてこの風の強いね、この状況で、どのくらい性能が出せるか、マイク比較やってみたいと思います。ちょっとどこで開封しようかな。ここで開封しちゃう。どんなところで開封するんだって話だけど、一応比較用にこの今回買ったソニーのマイク、定番の DJI の紙マイク、あとまあ YouTuber といえばこれっていうロードのビデオマイクロ、そして最近僕が出張に持ってったディエティの D3 Pro かな。この4つのマイク、せっかくだから音声比較してみたい。今ここかなりタマちゃんふと風吹いてて、風切り音も結構入ってるはずなんですけど、内蔵マイクは自作風防でスポンジつけてます。光の加減が難しいけど、これ一番よく見える。じゃあまずここのアングルで、開封だけしちゃおう。内容物的にはこんな感じ。本体にまあ紙ペラのマニュアル2つ、モフモフとケースと、固定用のモフモフケーブルか、これはマイクケーブルですね。でね、なんかこれがスペーサーで追加で入ってるみたい。ホットシューの蓋が邪魔になる人はこの追加でスペーサーが出たから、これで蓋をね、パカパカしないように固定するみたいな、すごいきめ細かいグッズまで入ってる。まあビデオマイク用、ビデオカメラ用じゃないかな。でいざマイク本体見てみると、これ結構賢いね。この下足回りがこのクッションになってて、これで振動とか、こうレンズのボディから来るフォーカスのギギギ音とかを吸収するためにここがバネになってるでしょ。でローカットモードがあって、でこっち側にはマイク端子。ただこれの最大の売りはここ見てください。これ外すと、ビャンと外すと、ほらこのシューのところに電気接点が出てくるんですけど、これでソニー製の対応してるカメラだとマイクケーブルなしでマイクが稼働するっていう紙機能ね。でかつこのマイクの頭がこうパカッパカッとこう可動式になってて、このまっすぐにしてるとショットガンモード、この開くと XY のステレオモードで、 XY にすれば広範囲で音取るし、まっすぐにするとまあ指向性の高いショットガンのように取るっていう、これすごくない？完璧なマイクじゃない？でじゃあちょっとモフモフをつけてみるとこんな感じで、モフモフもね、この簡単にこうパカッと止めて、ここでゴムで止めるっていう、ちょっとかわいい、なんかアナログ的なかわいい設置なんだけど、ある意味装着脱着しやすくて、便利ですね。これで十分効くっていうのがすごいよね。じゃあまずはこのマイク早速装着してみたいと思います。最初はどうだろう、 XY モードで試してみようかな。おっと、また駐車場でなんか設置が始まってますね。この今この旗を見ていただくと分かるんですけど、結構風吹いてる状態ね。この状態で、このソニーの純正マイクを XY モードにして、後ろから一番過酷な状態、いきなりマイクの後ろから音を取るっていうね、そういう状態で、まあでも YouTube の Vlog 撮るには一番使うモードなんで、このマイクの後ろから音取れるっていうのはね、でかいんですよ。また野外コンサート的なものやんのかな。このほら奥見ると見えますか、画面の真ん中奥にステージが見える、あそこでコンサートミニライブ的なものやるのかな。あ、やばいやばいやばい、ここでマイク検証できないな。まだ橋がさ、盛大に盛大に騒音を上げてるな。
後ろからどのくらいマイクの音拾うのかだけ気になるから、これ今 XY をショットガンモードに変えてみたんだけど、どっちが音拾うだろう。ショットガンモードはもしかするとモノラルに調整するのかな。どっちが Vlog 的に使いやすいかは要検証。そうかそうかそうか、今これまた、ショットガンモードにしてますけど、やっぱこの自撮りの時を考えるとショットガンの方が絶対使いやすくて、あんまり音をこうあの XY とショットガン混ぜると多分音がステレオ感とモノラル感であの行き来しちゃうから、そういう意味ではやっぱりこのショットガンモード固定で撮るのがいいのかもしれない。ちょっと引き続きショットガンモード固定にしよう。ちょっとこのくらいまで遠ざかればもう音聞こえないかな。橋の工事の音がやばいんだけど、でもだいぶね布が剥がれてきてるからもうちょっとで治んのかな。そうだそうだ、いない間のもう一個の見どころとしてはオラクルパークだけど、オラクルパークもあそこまだ工事中だけど、オラクルパーク明らかに看板できてますね。わあ、ついにこの裏のサイドの一番でかかったオラクルパーク看板もできてますね。なんかちょっと色あせてない？なんか色あせ気味だけど、もうついに完璧なオラクルパークになってしまいました。ということで、すっかり衣替えしたオラクルパーク、こちらになります。さあということで、うっせえかな。さあということで、またいつもの検証場所にやってきましたけど、ここで今はこのソニーの、純正のマイクを、ショットガンにして、モノラルショットガンにして、あ、いい具合に電車がうるさい電車が通ったりしてますけど、ショットガンにして撮ってて、いくつか今日マイク持ってきてるんで、じゃあこのマイクたちで検証してますか。これとか DJI の紙マイクがない。 DJI 紙マイクどこ行った。あったあった、ありました。じゃあ一旦標準の内蔵マイクに戻しましょう。さあ、じゃあこれで、レベルは標準です。で、あのスポンジのねピンマイクの頭をカットして、両面テープで取り付けた、簡易風防つけてますけど、この状態で今撮ってて、だいたい僕の声どうでしょう。アルファ6400の内蔵マイクで僕の声を収録しています。さあ、じゃあこの今度はちょっと逆光だったけど、今度は DJI の、まあ僕の定番中の定番であるフレキシブルマイク、このマイクはかなり感度高いんで、今あの標準のレベル設定から思いっきりレベルを3まで、標準はね26とか結構レベル高いんですけど、これレベル3まで落として今撮ってますけど、音の感じいかがでしょうか。じゃあ次ロードね、これも結構レベル調整しないといけないかな。さあこのマイクにしちゃうともう完全にせっかくフリップする液晶が全く見えないですけど、頭でかすぎだけど、もふもふのこの状態で、今ねレベルをさっきまでこいつの時はレベル3まで落としたんですけど、10まで戻して撮ってますが、これでマイクの音の調子どうでしょうか。テスです、ドリキンです、おはようございます、おはようございます、こんばんは。じゃあ最後この問題児ディエティ、こいつやってみますか。さあ、じゃあディエティのD3 Pro だったかな、このショットガンマイクをつけて、こいつはねプラグインパワーじゃなくて、あのバッテリー内蔵で、マイクの中に内蔵バッテリーが入ってて、USB-C で充電するタイプのマイクですけど、これに、パワーでボリュームが調整できるから、マイクのボリュームはレベル7で、アルファ6400の、ボディのレベルは今5にしました。
だいたいこのくらいで見るとレベルメーターがいい具合に触れてるんで、この状態で撮ってみて、マイクのテストしてます。これは DAT のショットガンマイクの音声です。じゃあ最後にもう一回このソニーの純正のマイクにしてみて、使い勝手的にはやっぱりね、ショットガンの時にやっぱり自撮りする時に普段ショットガンで使うから Vlog 要素であんまりこっちに、ステレオにすることはないと思うんで、基本はショットガンで撮りたいと思いますが、この状態でこのモフモフつけてどういう風に音が取れるか、最後本命テストいきます。じゃあこんな感じで、最後改めまして、あ、レベルもね、そうそう、レベルもこのマイクのすごいところは、なんかマイクロインターフェースとかミニインターフェースとか、このソニーの提唱する、ホットシューのところについてる端子で、こういうケーブルいらないんですよね。こういうケーブルでマイクと本体つなぐ必要なくて、まあ逆にあの付属でケーブルついてて、マイクをね、このマイク端子でつないで撮ることもできるんですけど、売りはソニー製のカメラだ対応してればこのケーブルなしで撮れるという紙マイクなんですけど、この状態だとね、レベル調整とかリミッター調整とかも何もいらないでフルオートで音量取れるようになるんで、これはねもうオペレーションミスらないってことで、どうでしょうマイクを。で一応じゃあ次 XY にしてみますね。どのくらい使うかどうかは分かんないんですけど、マイクを XY にしてみて、ステレオでよりこう環境の音が拾えるっていうモードにしてみて今撮ってます。マイク自体はソニーの純正のやつで、ホットシュー経由でつけてますけど、 XY にしたらどうなるか、この検証をしてますが、まああんまりこういう環境で撮ってるともしかしたら差はないかもしれないですけど、まあ一応実験ね。でもってまだまだ実験は続くんですけど、今度はね、噂によるとこのホットシュー経由で、これあんま僕あんまりなんか納得いってないんですけど、なんかネットでチラッと見た話だと、あのホットシュー系よりもこのケーブルをつけてマイク、仮にソニーのね対応してるカメラでもホットシューよりこれで録音した方が音がいい説みたいなのもあったから、ちょっとそれも試してみたいので、今度はこのケーブル系で全く同じ、ソニーの純正マイクをあえてケーブル系でこれつなぐとね、ホットシューの電気端子の方切れて、でレベル調整とかもできるようになるんで、レベル調整してこれで撮ってみようと思います。ちなみにそうそう、ローカットフィルターは有効にして撮ってます。おすごいすごいすごい、確かにこのマイクケーブルをつないだ途端にホットシュー的にも電気端子つながってるんだけど、なぜかあの今まで自動でレベルが調整できなくなっていた設定メニューがまた有効になって音声が設定できるようになったんで、今マイクレベルをね、標準の26から20まで落としてみて、だいたいこのくらいだと多分クリッピングしない感じなんで、20まで落としてみて今ショットガンモードで撮ってます。これで、マイクアダプター、マイクケーブル端子、マイクケーブル経由で、純正マイク使ってみますが、これさっきのホットシューバージョンとどのくらい音が違ったかテストです。じゃあこれが最後の実験になると思うんですけど、今度 XY マイク状態、 XY マイクに開いた状態で、マイクケーブルね、マイクケーブル使った状態の純正マイク、これが最後のテストになると思うんですけど、音の感じどうでしょうか。結構風が強く出てきたから、内蔵マイクだったら確実に風切り音が乗るところなんですけど、このソニーの純正マイクだとどうなるのか。あと今いい具合にヘリコプターとか飛び出してるけど、こういう音とかはステレオの方がまあ確かに撮りやすいのは確かなんで、これどうなるのか実験してみたいと思います。実はねまだまだ実験は続きまして、これ内蔵マイクを、ショットガンモードに、内蔵じゃない、純正マイクを、外付けのソニー純正マイクをショットガンモードにして、背面からこう入れてます。この YouTube 撮る使用方法としては、このマイクをね後ろから声を入れるっていうのが非常に重要で、こういうね、こういうロードのこういうのとかは、指向性が強すぎて正面からの音はバッチリ撮るんですけど、このマイクの後ろからの音っていうのに非常に弱いんですけど、このマイクはね比較的後ろからの音も撮るような気がするんで、今結構後ろから話しかけてるんだけど、レベルメーターはいい感じに動いてますね。今度はこのマイク外しまして、
α6400 の内蔵マイクで、内蔵マイクを背面から話してる状態。まあ α6400 の内蔵マイクは比較的ね、カメラの上に近いところにマイクがあるんで、後ろからの音は結構拾いやすいと思うんですけど、まあそれにしてもどのくらい音を拾うのか、そして音が綺麗に撮れるのかテストです。じゃあ次にこいつね、こいつ、これが厄介なんですよ。これ後ろから音全く拾わないから、これに変えてどうなるか。さあじゃあ今度ロードのビデオマイクロ、あ、まあでも意外と拾うかな。レベルメーター見るとそれなりに音触れてるんですけど、ロードのなんか電車がまた騒がしい、電車がね今いい具合に来てしまったんだけど、このロードのビデオマイクロを後ろからこう入れてるんですけど、これでどのくらい撮れてるでしょうか、テストです。でさらにこいつね、 DJI のやつ、こいつはね前から後ろから、何せ万能で音を取ってくれるんで、これが一番 YouTube 的には使いやすかったんですけど、これの後ろから、もう後ろとか前とかないんですけど、これに後ろからマイクで音を入れてみます。さあもうこれはね、もう安定感としては抜群で、前からだろうが後ろからだろうが、このマイクからある程度30センチ50センチぐらいの距離だけの音を取るっていう、非常に Vlog に特化したようなマイクになってるんで、個人的には非常に安心感を持って使ってますけど、まあ後ろから、マイクの後ろから、カメラの後ろからの声の拾い具合どうでしょうか。テス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 、こんにちは、ドリキンです。じゃあ最後に一番拾わなそうなやつね、このディエティのショットガン、まあ、これは本当に指向性一番あるから、後ろからこっからは音拾わないんじゃないかと思うんですけど、これも最後に試してみようと思います。最後はこのショットガンマイクに、ディエティのショットガンマイクを背面からこう入れてますけど、まあでもここ比較的静かだからね、言ってもいい具合におじさんがくしゃみしてくれたけど、言っても後ろからの音も比較的拾ってるかな。なんかもうちょっとうるさいところでどういう風に、この後ろからの音がね、多分前面の音と後ろからの音のレベル差で打ち消される状況が一番厳しいんで、今はこれ比較的環境としてはいいのかもしれないけど、ディエティのショットガンマイクに背面から声を入れてどんな感じになってるかテストしてます。だいたいこれでテスト終わりかな。うお、いい感じに風出てきた。ということで今日はこの DJI マイク、ロードのビデオマイクロ、そしてこのディエティのショットガンマイク、ここら辺とソニーのもう純正マイク、あの純正外付けマイクね、ソニー純正の外付けマイクに戻しちゃいましたが、このマイクの、1,2,3,4 あと内蔵マイクか、5パターンを使っていろんなマイクで、結局このソニーの純正マイクがどのくらい使い勝手がいいかっていうのを検証してみました。何せね、このケーブルがないだけで劇的に装着はスマート。たださすがにね、コールドシューの部分に置くと、せっかくのフリップ液晶の良さはもう半分ぐらい消えちゃって、こう自分の顔が、まあでもね、一応なんかアングルを見るぐらいは見えるけど、ちょっと使いにくくはなっちゃうんですけど、まあでも利便性としては相当シンプルなスマートなんで、いけなくは、これで自撮りもまあいけなくはないんですよね。あ、だいたいこう自分がこのさ、逆光かどうかとか、構図的に合ってるかどうか、こうヒュッと横見れば見えるから、もうこれでも Vlog 運用できる気もするんですけど、どんな感じだったか、マイクの音声の性能比較参考になれば幸いです。ショットガンモードだから、ああいうヘリの音とか綺麗に撮るかな。結構ね、ヘリが今日はいっぱい走ってますね。あれ、あの午前中に朝会社行くときにやってたコンサート会場がなんかパーティー状態だな。うわ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 、なんかやばいことになってるけど、みんなが吸い込まれていく。みんなは続々と会場に向かってますね。これね、多分 Google のクラウドサミット、去年と一緒ですね。あれあれ、ね、ちょっと待って、全然演奏とかじゃなくて、これマーク・ロンソン来てんじゃないの。
実はアドビマックスに続いてまたここでもマーク・ロンソン DJ が聞こえてるかも。あ、始まった。まあ、お姉さんに聞いたんだけど、警備の。やっぱりね、マーク・ロンソンはメインで来るんだって。彼がそうかどうか、微妙に目が。ちょっと違うかな。でも見た目すげえ似てますよね。メインの DJ は確実らしい。まずどうしても気になってツイッター調べてみたけど、やっぱりあれマーク・ロンソンだ。あ、今ちょうど終わったけど、マイネームイズマーク・ロンソンってちゃんと言ってた。